海の中で昆布の出汁が出ないのはなんでだろう。みんなこんにちは、アテナくんだよ。昆布で作った出汁の汁、とても美味しいよね。昆布にはグルタミン酸っていう旨味を感じさせる成分が入っていて、これが水に浸かるとそれが染み出てくるんだ。グルタミン酸はタンパク質を作っている成分の一つでね、どんな生き物も持っているものなんだ。でもなんで海の中の昆布からはグルタミン酸が出ないんだろう。そしたら海で昆布だし取れちゃうのにね。なんでかというと、グルタミン酸は陸で乾燥して初めて旨味成分が出るようになるからなんだよ。乾燥することでタンパク質が分解されてグルタミン酸が出るようになるんだよ。だから海で昆布だしが取れるってことはないんだ。今日のまとめ、昆布は乾燥して初めてだしが出る。だから海の中で生きているときはだしが出ないよ。今日も見てくれてありがとう。チャンネル登録して君も生き物博士になってね。じゃあねー。バイバーイ。